二条山山室のサヌカイト。光沢のある黒色と鋭い断片がわかるサヌキ岩は、名称の下である香川県境出市国部大周辺や大阪府と奈良県の境にある二条山周辺で採取される非常に緻密な古道奇跡安山岩。硬いもので叩くと高く澄んだ音がするので、岩間一種とも呼ばれる。サヌカイトという名称は、明治政府に招かれ、 日本各地の地質を調査した、ドイツ人地質学者、ハインリッヒェド・ムントナウマンが、サヌキはを本国に持ち帰り、知人のワインシェンクが研究して命名した。2007年、日本の地質百選に選定された。2016年には、日本地質学会から、香川県の県の石に選定されている。古代には、石器の材料として使われ、打製石器、魔製石器に加工され、 使われていたそのため同じく石器の材料となる黒曜石同様に古代の人々の遺物として3室地以外のはるか遠方でサヌカイトの破片が発見されている硬いもので叩くと高く澄んだ音がする玄関の予備鈴の代わりに使われたりしている博物館などで長さの違う石片を並べて木琴のように叩いて音を出す 接近などの展示物やコンサートに使われている。楽器としての演奏者も存在し、香川県の公共施設の BGM で流れている。ありがとうございます。